はいどうも皆さんこんばんは、ワドツです。2018年4月の29日0時18分です。よろしくお願いします。はいこんばんは、アンコロワドツ、カイホーワドツ、よろしく。はい、リュウさんワドツ、よろしく。ああもう残り2日か、早いな、もうこんなに経つのかよ、早っ。いやもう1ヶ月終わるね。うん、人生あっという間だ。イベント、何のイベント、何、何のイベント、はい、ワドツ。あ、なんかイベント始まるね。いやいやいや、一応登録はするんだ。雑談だけやるけど、登録だけする感じだ。はい、ワドツ。取り分が6割になると他の配信者が言ってた。いや聞いたことないけど、誰が言ってたの本当にそれ。いや俺聞いたことないけど、そんなアナウンス聞いてないよ。なんかふわっちさ、嘘のデマが多すぎてさ、もう信用できないんだよね。でそういう噂話で当たったの一つもないんだもん。ある、なんかそういう噂話で当たったこと。いやガセでしょ、そういう噂系で一つも当たったことないよ。倒産するとかもよく言うよね。バカバカしいよね、ほんとね。会社経営とかやったことない人が適当に言ってるだけなんだよ。めちゃめちゃ儲かってるから、うん、どう考えても儲かってる。みんなが経営者だったらこんだけ儲かるコンテンツ腐らせないでしょ、どう考えても。どこをどう見てさ、そんな噂話できるのか、頭悪いとか思って。それは昔からだね、閲覧低い配信者が取り分少ないのは昔から。1ラウンド KO か。まあ1ラウンド KO っていかに難しいか格闘技やってよくわかるようになったかな。1ラウンド KO は本当に強くないとできない。実力差が圧倒的に開いてないとできない技だから、あの凄さがだんだん分かってきたな。体力消耗なしだからじゃなくて、
格闘技って実力が近ければ近いほど、なんつうの、せめぎ合うっていうのかな。例えば上手い人と上手い人がやったら、こうなんつうの、長時間になっちゃうの。避けるの上手い、ブロッキング上手い。で、下手同士だとパンチが下手れだから効かないから、ポコポコ殴り合いになるっていう。だから長くなるっていう。ただその1ラウンド KO って何がすごいかというと、世界のまあチャンピオンとトップレベルの人がやって、ランカーって言われて、その上から5番目ぐらいの人がやって1ラウンドで倒すわけじゃん。だから相当すごい、うん、相当すごい。要は体力お互いあるわけだから、その中で圧倒的な技術を見せつけるわけだから、すごいよ。ナナちゃんはどつ？だから捨て頃の場合、1ラウンド KO は直樹にされたら直樹兄さんがダメ、俺がされたら俺の方が圧倒的に弱いっていうのがすぐ分かる。 だからその分かりやすいよ。1回ダウン取るとかそうでもないのよ。2ラウンドの中で3回取らないといけないから、 KO っていうのは。それかもう、そのレフェリーがもうこれやらせたら死ぬっていう風に判断するか、やらせたら怪我する、ダメだっていう。だから1ラウンドでね、たった2分間でそれを決するっていうのは相当技術差があるよ。広告はめちゃめちゃ打ってるよ。モイストさん、ツイッターにもふわっちの広告、モンちゃんがよく出てくるし、他のウェブサイトでもよく見るよ。で、渋谷駅の広告で見たとかも聞くよ。なんでふわっち始めたの？サプリくんに聞いたら、2ヶ月前に渋谷の駅でふわっちの広告貼ってあって見たって言ってた。ふわっちは広告にかなりお金かけてますよ。俺の作戦別に話せるよ。俺の作戦すごくシンプルだから、まあ、みんなに伝えてるけど、直樹兄さんは練習配信どころかもう捨て頃出るのって感じだ。何にも話してない状況でしょ。俺の作戦はただ一つ、相手を殺す。エビピラフ出てたんだ。うん、まあ、可愛い女の子バンバン使った方がいいよ。ふわっちはどこに向かってくるんだろうな。セゴロ、いや、格闘技においてはね、有利不利っていう概念はない。やってみないとわからない。で、結果は簡単。強い方が勝つ。もうね、嘘がないの。弱い方が負けて、強い方が勝つの。
有利とか不利とかないの。要はごまかしが効かないのね。格闘技の面白いとこそこだよ。蓋開けてみないと分かんなくて、蓋開けてついた勝負っていうのはもう動かないの。言い訳が効かない。やると分かる。弱い方は負けるん。だからそれを受け入れないとダメなんだよね。言い訳も何もしようがないんだ。あれ、 Wi-Fi の契約っていつまでだったっけな。三便のドローがないもんだって。契約上ドローっていうのはないですよっていう。判定までもつれたら和田さんが決めるっていうルールの。でもあれは負けでしょ。どっちが勝ったか負けたか必ず決まりますよっていうルールの。で実際あれでは三便の方が手数多かったから、三便に軍配上がって俺は普通だと思うよ。ただまあ競ってたのは競ってたよね。ダウンが1回もないから、決定打がないから手数で勝負するしかないから。まあ妥当だよ、うん、俺もだってもうゴング鳴った瞬間に負けたって分かったもん。あ、これか、あの負けだわっていう。あれで俺の勝ちだって言えたらアホだよね。バカ野郎でしょ。リーチって肝心なの全てだね。リーチが肝心かどうかっていうか、もうリーチの長さでほぼ決まると思った方がいいね。ボクシングはね。バスケットでいうところの背の高さかな。背高い方が有利でしょ。あれと一緒。バスケットも身長で階級別にやるべきだよな、あのスポーツは。うん。体重とリーチでほぼ決まる格闘技だよ。寝れないの？またノンラブ。過ごしていきな、ここで。寝れるといいね。寝れない子おいで。しかしまあ困ったな。ありがとう、アイテムありがとう。匿名さんありがとうございます。アイテムたくさんください、うん、ありがとう。え、なにこれ、変なエラーです。
お、エッグハントありがとう、サルトピさん、ありがとうございます。エッグハントザース、高額アイテムありがとね、サンキューです。うわ、1000ポイント入った、ラッキー、ありがとう、やった、1000円ゲットすげえ。ていうかイースターアイテム俺引き強いんだよな。1000円ゲット、ラッキー。この前もね、バンバン、そうイースターアイテム1000円もらえる確率俺なぜか高いんだよ。ラッキー、ありがとう。いや、めちゃめちゃなんかこれギャンブル、社交心煽りすぎでしょ、いくらなんだもん。大丈夫かって思うんだよ。ギャンブル性高いよね、最近のふわっち。 50% ぐらいで引いてるね俺、本当に引きまくってるよね。でもこのアイテムもらえると1000円あのもらえること多いんだよ俺。ありがとうゴンゾー、風船ありがとう。あのね、ゴンゾーね、そういうネガティブな言葉使うの本当やめな、損するよゴンゾーが。そういう言葉って使うべきじゃないんだよ、嫌いとか好きとかって、やめなさい。人を不快にさせる人はダメよ。で、嫌がってやめてって言ってることをやるっていうのはダメなんだよゴンゾー。ゴンゾーが損するよ。そう、自分に返ってくるし、人が離れていくんだよ、誰も助けてくれなくなるよ。損するのはゴンゾーだよ。で、嫌な言葉を吐くぐらいだったら黙ってるべき。かっこいい写真撮ってもらったんですか？そう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 、プロのカメラマンさんに撮ってもらったの。いいでしょ？かっこいいでしょ？はい、こんばんは、ギニューさん。そう、自分の言葉、他人の言葉って区別してなくて、そうなんだよ。だからね、不快な言葉をね、自分に受ける癖をつけるのってよくないんだよ。脳みそは言語のね、主語をね、聞き分けられないっていう特性があるの。だから自分に返ってくるんだよね、言葉って。だから使う言葉っていうのは、実は自分の言葉は自分に聞かせるようなもんだから気をつけないといけないっていう理論だね。うん。ハウンドドッグの？わかんないな。ハウンドドッグわかんねえな。アーティスト、うん、言霊はあるよ、言霊はあるよ。言葉はね、無意識で使う人が多いから軽視してる人が多いのよ、言葉の力を。でも言葉が人を作るんだよね。だから言葉を大事にするっていうのは実は大事なことなんだよ、すごく。信用を失うからね、人となりがよく出る。
悪い言葉は運気を下げるんだ。さっさ。最近は価値観が違う人とお仕事をしてるから辛い。向こうはガンガン稼ぎたい、俺はまあまあでいいとこで折り合い。離れるべきだと思うね。その環境から離れた方が俺はいいと思う。なんだろう、仕事ってさ、長く続けるものじゃないですか。だからなんかこう仕事を変えるって勇気がいることだけど、結局人と人とだから、なんていうのかな、俺は変えるように努力してきたし、会わない人とは仕事しないようにしてるかな。すごく気をつけてる。なんでかっていうと、その会わない人と仕事やってもパフォーマンスが落ちるだけなんですよ。相手にとっても不利益だし、何よりその自分にとって、いずれそのなんていうのかな、悪いのが返ってくるっていうのが分かってるから、なんだろう、いい人と仕事をするっていうのはものすごく大事っすよ。そう、で金のために仕方なくやるしかないって言ってるけど、実はその選択って大きなものを失ってると思う。よくね、言うのよ、金がないから仕方なくやらなきゃいけないんだっていう論理を出す人っているんだけど、それって間違ってる選択なんだよね。その判断をしてしまうとループになるんだよ。だから早めに手を打った方がいいんだよね、なるべく。人間関係だよね、間違いない。っていうか、何をやるのかじゃなくて誰とやるのかはすげえ重要。むしろね、メンバー、いいメンバーとね組むようになったらね、何やってても楽しくなるから。だから結局メンツだよね。誰と一緒にやってますっていうのが大事なんだよ。人間関係ですね。僕は逆に誰と組むかしか考えてないからね。誰、この人と組もうって決めたら何やるっていう風に考えるようにしてる。僕とあなたで何やったら楽しいですかねっていう。なんかやりたいことありますって。いや、あんまりね、金は重要じゃないと思ってんだよね、俺って。っていうか、金貯まるのなんか当たり前ぐらいにしか思ってないから、人が集まって何かをやったら金が生まれるっていうのは勝手に生まれるもんだと思ってて、そんな当たり前のことをなんか数字を伸ばそうとか売り上げ上げようって相当センスないやつだと思ってる。
人が集まってきたら勝手にそのマーケットができるのは当たり前のことだと思ってるかな。あんまりね、そこはこだわりはないね。俺と組んでたらうまくいくよっていうぐらいに考えてるから。実際だから俺と仕事組んでうまくいかなかったこと見たことないね。全員うまくいってるもん。どこも対応してないってどういうこと？アイテム投げてえけどどこも対応してねえのかよ。投げてよ。頼むよ。投げて投げて。コンビニでウェブマネーとかで買えるでしょ。投げてよ。頼むよ。これも楽しいよ。アイテム投げてもらうのとアイテム投げてもらわないのじゃ全然違うからね。サメ島をブロックしちゃ面白くないから、まあまあ自分が面白くないと思うのはブロックした方がいいよ。自分が面白い人だけ見ればいいよ。ありがとうございます。お花火ありがとう。ウェブマネー、何だったっけな、ちょっと待って、何買えばいいんだっけ。誰か分かる人いる？アイテム、ちょっと待って、ちょっと待って、買い方はパソコンだった場合は支払い方法は、ちょっと待ってね。ウェブマネーで OK だね。パソコンで買う場合はウェブマネーで OK だね。クレジットカード、ウェブマネー、ビットキャッシュ、ソフトバンク、ヤフーモバイル、au 簡単決済だから、ウェブマネーで1回20万円まで買えるって書いてある。ウェブマネーじゃん。クレッカか。あれの場合だよ。なんだっけ。パソコンの場合はウェブマネーで買えるって書いてある。スマホの場合はわかんないな。
どうなんだろう。ありがとうね、お花火。サンキュー。自分に向いてる合ってる仕事を探していたらキリがない。堀江さんが言ってたけど、ノリでやってみて微調整。あ、それ大事だと思う。やってみて合ってるか合わないかでやめるって判断が一番いいと思う。俺もそれは賛成派かな。頭で使うよりも感覚、試して感覚っていうのが一番大事だと思ってる。ビットコインで買えるのかな、どうなんだろう。ビットコインに対応してるかどうかは分かんないわ。ビットコインで買えんの。ビットキャッシュはビットコインの？違うんじゃないの？わかんないけど。あんまウェブマネー詳しくないかわかんねえな。コンビニで売ってるウェブマネーのカードみたいのがあって。うん、それウェブマネーでしょ？そう。うん。それと同じようなのが。ビットキャッシュ。そう。ビットコインではないでしょ？うん、アイテムコンビニ編教えて。アイテムコンビニ編、ギニューさん、ビットビッ、ウェブマネーっていうのがコンビニで売ってる。コンビニでウェブマネーいくら分くださいって言うとやり方を教えてくれる。レジの受付のお姉ちゃんに。ウェブマネー買いたいんだけどどこって言えばいい。1500円から5万円までの金額選んで買えるんだ。まあ、便利な世の中になったよな。すごいよな。なんか俺、仕事で楽をすることってすげえ重要なことだと思ってて、なんつうんだろう、限界ギリギリまで追い込んで働かせようとする企業って効率が悪いと思ってるの。休憩が、ありがとう！サイクちゃん久しぶり！花火ありがとう！いってらっしゃい！サイクちゃんなんか頑張ってるね。いつもありがとね、サイクちゃん。あざーす。ツイキャスが仮想通貨で投げ銭始めた。へぇー。ビットコインとか投げられるんだ。すごいね。へぇー。でもビットコインって変動がさ、激しいから怖くない？ビットコイン今後どうなってくんだろうね。なんか安定する通貨だったらいいけど、なんか俺が買った時さ、もうなんかグラ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 値段が動くから怖くて扱えないよ。俺のビットコイン今どうなってんだろう。モナコインだけなんだ。え、モナコイン熱いじゃん。モナコイン売り上げ伸びそうじゃない？まあもう遅いだろうけど。モナコイン対応早。あ、だからリスナーがこの前モナコイン買っとけって言ったんだ。ビットコインいくらの時だったっけな。100万前後だったね俺は。でその後なんか200いくらになって怖っとか思って3日後に。でその後なんか80万ぐらいまで落ちて、なんだこれとか思って、ほったらかしてるかな。別に遊びで買ったやつだから。なんかね、なんつったっけな。バリューっていうサイトがあるの。で、バリューを解説するのに、ビットコインが必要だって言ったから、1万円だけ買ったんだよね。俺のバリューどうなってんだろう。ちょっと見てみようか。俺のバリューは、今こんな感じか。売り注文も買い注文もないね。152万。そう、なんだ、時価総額は152万だ。
で、1バリューが38から152円で取引されてるね。和道バリュー。こんな感じね。なんかバリューもよく分かってないんだよ。全部買える？俺のバリュー全部買う？俺のオーナーになるかい？俺今バリュー何バリュー売りに出してんだろう？売り注文、売り注文も買い注文もないの？全部売れてんの？俺のバリュー全部売れてるな。ほーん。現在76円まで下がってんだ。こんな感じなんだ。はいはいはい。あ、だいぶ売られてるな。値段下がってるわ。すんごいことになってる。すごい。ビットコインで儲けてる人はすごいらしいよ。なんか送り人って言って億万長者量産らしいよ。なんかあれでしょ、あのなんつったっけ、この前のさ、あのビットコインでなんか破産寸前みたいになった会社あったじゃん、問題の。あれまだ黒字らしいよ。だいぶすごいよね。あんだけ大騒動があって400億近くの負債を払ってまだ数十億売り上げがあるってすごくない？ビットコインみんな始めるわけだよな。どんだけ儲かってんだよ。400億赤字出してもまだまだプラス、えぐいよね。コインチェックか。すんごい世の中だよ。買収したんだ。もったいなかったね。どこが買収したの？いい買い物したんじゃないの？ね、金のなる木だからね。まあ、だから何が当たるかもう分かんないよね、この世の中。ていうかもうお金がお金として機能してないと思ってるね。価値観が変わりすぎてて何なのこれみたいな。資本主義のもう最終形態だろうな。もう成り立たないよね。なんかベーシックインカムっていう考え方が出てきてる時点でもうあれだよ、労働の転換期なんだよ。労働自体がなくなるよ。だからね、ニートが生まれてるっていう時点でもう要は働かなくても食わせられるやつが出てきたってことじゃん。だからね、もうなんつうの、なんかもうやることなくなってきたんだよ人類って。ありがとう、ハート10個ありがとう、ノンラブありがとう。これからはなんかこう楽しむことをやり続けて楽しく過ごす時代が来たんだよね。人類総
楽しむ計画みたいな。でもその中でも新しい価値観で負け組勝ち組って絶対作られるから、これはね多分ねツイッターのフォロワー数とかそういうのに価値の転換が来ると思ってて、なんていうのかな、 SNS とかの影響力、ネットでの影響力っていうのがそのまま資産に変わるっていう時代が来ると思う。だからねこれねみんな笑うかもしれないけど、ツイッターのフォロワー数が何人とかが財産になる時代来ると思うよ。株のオーナーみたいな感じで。笑うでしょ、絶対。そんなの来るわけないじゃんって言うと思うけど、実際もう来てるんだよね。現実問題そうなってるから。だから YouTuber に企業案件が来るってあれ、もう資産と一緒じゃん。まあまあ一般的に定着するまでまあ数年だろうね。だから今その SNS を育てないっていうのはちょっともったいない気がするけど、ただで誰でもできるからね。だから下手になんか投資するよりもそっちの方が美味しいとは俺は思ってる。誰でもできてかつ儲かる。最終的え649人ツイッター、 Facebook でも何でもいいんだよ。 YouTube でも最終的に作るところって縄文時代の狩猟で栄養を蓄えるような環境、それってもう世界大戦後みたいな世界でしょ多分。そこまではいかないとは思ってるけどな。それってもう文明が滅んでるでしょ一回。一回手に入れたネットのこの便利さとかは捨てられないとは思うけどな俺は。コンピューターに依存する社会っつうかね、ちょっと考えられないかな。痛い折れてるね 100% 今はもう自信持って言える折れてます。確実に折れてると思う。折れてますね。はい、大事にします、折れてるなこれは。いや東京以外行かないよ。
あ、そうなんだ。へえ、仕入れ？てか、ワン太郎がもうすぐ帰ってくるんだよな。ワン太郎にいろいろ聞きてえな。ワン太郎に飯をおごるか。多分住むところがないのと、なんか彼女がいたらしいよね。彼女と別れて住むところがないっつって。まあ大丈夫だろ、リスナーいっぱいいるし。誰と付き合ってたんだろうね。なんか彼女がいるのを知らないのに、和道さん彼女と別れたんすよって言われてもさ、いやお前の彼女俺知らねえよっていう。あいつ天然だよな本当に。誰だよお前の彼女って感じ。あ、言えないんだ。有名な人なの？え、俺も知ってる人なの？誰なんだろうね。全然興味ないけど。有名ではないけど配信したら。じゃあやめとこう。俺は別にそこまでワン太郎の元カノに興味ないから。おお、ありがとう、ギニューさん、ありがとう、花火ありがとう、応援ありがとうございます、ありがとうございます。ギニューさんサンキュー、ありがとう。変えた、買い方分かっちゃった。ようこそ、ようこそスポンサーへ。もうあのキャバクラで自慢していいから、俺和道の花火師だからって。もうキャバクラでキャーキャー言われますよ。和道さんの花火師なのって。もういいんだよ、どこで自慢しても構いませんから、僕に花火を投げれば。一発でも花火投げたらスポンサーだから。若い頃食わせてやったの俺だよって一生言う権利があるからね。お得でしょ？結構お買い得だと思うんだけど。俺が有名にもしなったら一生自慢できるんだよ。あいつは若い時食えなくてなーって。俺が食わせてやったんだよっつって。いや言われるでしょ、キャバ嬢に。キャバ嬢多いんだから、和道リスナー。キャーキャー言われるよ、素敵って。何のために言う、見栄だよ見栄。なんだかんだ思想面で合うところがあって、応援するなら馬券で言うと100円でかけないと応援って言わない。そうそうそうね、うん、馬券が分かんないな俺。思想は大事だよね、でもイデオロギー、うん、思想は大事。まあ、イデオロギーだけでここまでやってきたからね俺は。キャバクラの姉ちゃんと風俗関係の人はなんだかんだ結構多いね。うん、多いっすね。うん、
熟女キャバじゃないね、若い子だね。水商売とやっぱり風俗関係の人はね、20代22ぐらいから22からまあ32ぐらいかな、幅的に言うと。なんかその宗教的な話とかが面白いんだって。意識高い系キャバ嬢だから。お客さんに話したら、あのなんか新しい宗教入ったのって言われたらしいよ和道さんって、待機中にって、あ、待機中じゃなくてプレイが終わった後のお客さんにマイケル・サンデルの話したらめんどくさいって言われましたってそれやだよ。キャバ嬢にマイケル・サンデルとか言われ、トマ・ピケティとか言われたら引くでしょ、うん、やだな。風俗行ったりキャバクラ行って、キャバ嬢とか風俗嬢がトマ・ピケティ置いてたらすげえやだな。うん、ハーバード白熱教室っつってね、それは笑うわな。それちょっと面白いね。めちゃめちゃ賢いじゃんこいつっていう、ね、やだね、うん、いや、あの子たちね、水商売の子たちってコミュニケーション能力高いから、あの結構ね、あのそういう話好きだったりするんだよ。逆にだからほら、仕事で話せないからそういうのにハマるんだと思うよ。あの子たち賢いもん。哲学者とか精神分析学者の言葉を見てると勉強になるし面白い。人生観が変わるってこういうことかなと思う。ああ。面白いよね。でね、最終的に俺もそっちにはまって行き着いたのが宗教系だったね。結局思想とか哲学とかで出してる答えって意外と宗教でも答え出し終わってたりするんだよ。だからそのなんだろう、なんかそういうところが面白いかな。俺キャバクラ行かないから分かんない。キャバ嬢に貢がれて話すのが好きな。キャバクラに金払って行くんじゃなくて、キャバ嬢が和道さんの話素敵って言いながら俺に貢ぎながらキャバ嬢に話すのが好きな。分かる。だからニューヨークのキャバ嬢のリスナーを作ろうと思う俺だけどとんでもねえキャバ嬢ついたことあるよ一回若い頃行った時に、あの俺本当に嫌いなのよ。なんかあの初めまして、お仕事何されてるんですかみたいな、あれ20分ぐるぐる回る大嫌いで、俺20代の頃にすっげえキャバ嬢、キャバ嬢なのかもうもはや分かんないけど、すげえ笑ったことがあって、なんかそこそこ可愛い子だったの。なんか売れてる子がついて、でなんかボーイさんに言われたの、どんな子が好みですかって、よりめさんはどんな人が好みですかって言うから、あ、なんかぶっ飛んでるのがいいっすねって、面白い子いますって言ったら、あ、いますって言って、で楽しみにしてたので3人ぐらいで男と行って、
10代の頃か20代前半の頃だけど、いきなり座ったら手つないで私のこと好きって聞いたの。そいつ好きって言った、うん、すっげえぶっ飛んでるでしょ。いきなり手つないで私のこと好きって言うから、うん好きって、どこ行くって、もうすごい飛び越えてくんの。じゃあ今度どこ行くっつって、あじゃあどこ行こうかっつって妄想してたら時間が来てたあいつはプロだと思ったね、うん、もうね座った瞬間に、座った瞬間にもう彼女になってたの、その子は。すげえなってみんなで言ったもん、帰りに。あいつすごかったなっつって、うん、新しい営業スタイル確立してたかな。うん、よかったね、飛んでたね。決めつけが半端じゃなかったから。いや、ハマる人っつうか、そいつ聞いたらナンバーワンだった。え、あいつ何って聞いて、ボーイさんに言うと、あ、ナンバーワンですよ、うちのっつって。あいつ売れるわっつって。津田沼のキャバ嬢だ。津田沼のナンバーワンだった。津田沼ナンバーワン半端じゃないでしょ。もうとにかく面白かったもんな。のんちゃんお薬飲むの？のんちゃん？お薬の時間、お薬の時間なのね。ニューヨークのキャバ嬢、元六本木のキャバ嬢だけど結婚してすごい暮らしてた。へえ。ウォールストリート。はいはい、ドフラミンゴさんいらっしゃい。あ、いや化けると思うよ。営業取れるだろうね。うん、キャバクラとかで数字取れたりとか、風俗で固定化客取れる子は営業向いてると思う俺。あのネットワークビジネスでも保険でも何でもいいから天下取るよ。だってさ、保険の営業マンとかってさ、単価が高い1000万とか1億の保険1本取ったら一生食いっぱぐれないかんね。ウォールストリートじゃなくてなんだっけ、惜しい、言語回復。いいよ、無理すんなよ、伝わってるから。あのニューヨークの金融街知らなくても俺ら通用するから大丈夫だよ。ゴールドマンサックスは会社名だわ。え、それなの？ちょっと待って。それは俺原因じゃないじゃん。金融会社か、ごめん。俺が読み間違えてた。ゴールドサックスとか JP モルガンか。俺、じゃあ町の名前って勝手に語弊してた。いや、ゴールドマンサックスなんか誰でも知ってるだろうって言おうと思ったら、俺が読み間違いだった。へえ、すごいね。2800万ぐらいじゃん、年収。余裕で平均年収それくらいでしょ、あの辺の人は。六本木のキャバ嬢やばいな。のんちゃん六本木で働こう。今から面接行こう。ナンバーワン取ろ。無理。ゴールドマンサックス億単位なんだ。へえ。やっぱ。デリバティブとかやってんだろうね、多分ね。デリバティブ。あ、まあ20、六本木だと20、うん、限界かもしんないね。うん、わかる気がする。
大体それ以下だよ。ていうか六本木のキャバ嬢ボーイやってたけど、マジでアイドルみたいな顔ばっかりだよ。びっくりするよ。当時の全盛期のちょっと後ぐらいの六本木だったけど、モデルかよとか思う。すごいよね。可愛く生まれたら勝ちだかんな。なんかモニターが今日はやたら落ちるな。なんだろう。トイレ行ってくる。ガンスタンレー。でも漢字が読めなくなるって相当不便だよね。美人今一人、いやのんちゃんいるよ、いるいる。なんでなんでみんなさのんちゃんいるのって聞くの。いてもいなくても何も変わらないじゃん。なんでやたら聞くんだろうね、今日のんちゃんいるって。いなかったらなんかあんの、いたらなんかあんの。未だに漢字読めないかんな。なんだろうね。やたら聞かれんだよね。今日のんちゃんいんの。いるよいないよって答えても何もないんだよね。のんちゃん見たいのかな。可愛いから。あ、ふとした疑問なんだ。やたら聞かれるんだよねこれ。っていうか大体答えも分かってるでしょ。いるよ9割方いるから覚えといて。のりこはいるよ。今日の教訓1、のりこはいる。あー見えなかったからね。部屋の中でテント張ればパーテーション作ったのは俺は結構そののりこを隠すためだからね、うん、おっぱい事件で大変なことになったからね。アンサーいるだよ。
そうだ、のんちゃん話があったんだ。のんちゃん、のんちゃんは、たった今この瞬間から、絵本作家になりました。おめでとう。OK? うん、つって。おめでとう、のんちゃん。鉛筆で描きたいの？買ってあげる鉛筆。色鉛筆がいいの？クーピーとかじゃなくて？オッケー。絵本のストーリーは俺が作るか、のんちゃんが作るかは、のんちゃんと話そうと思ってた。で、のんちゃんはツイッターに絵本をこう、更新していくから。オッケー。子供向けだよ。うん。オッケー。絵本作家のりこが誕生しました。おめでとう。捨て頃あと忙しくなるからね。子供向けの絵描けるのんちゃん。描ける？オッケー。いい、好きに書いていい。子供がワクワクする絵本書くから。絵本のストーリーはあれだよ。みんなが適当にコメントで書いてくれたらそれが絵になるから。俺がうまいことやるから大丈夫だよ。印税は折半ね。うんっつって。絵本って儲かるのかな？なんでこんな今日モニターが落ちるんだろう。あ、っていうかさ、カオスさ、 LINE つながってないでしょ。 LINE って覚えてる？カオス、絵本って当たると意外でかいんだ。なんかカオスに LINE 送っても返ってこないんだよね。多分 LINE なくしてるよね。パスワードが思い出せないんだろうな。うん、はいはい。サイコパスホラーの絵本だからね、のんちゃん。サイコパスの絵本って絶対買わせちゃダメだよね、子供に。 サイコパスホラーの巨匠になろうね、俺ら。うん。
押し入れの冒険っていう絵本、小学校の時読んだけどなんか怖い本だった。おお、ミクロキッズみたいな話かな。押し入れの冒険。俺あれだな、あの僕は歩いたまっすぐまっすぐ大好きだったな。押し入れが入り口になっててね。うん。で他の世界に行っちゃう。へえ。ジュマンジみたいな話？そんな、あ、ちょっと似てる感じ。うん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 。ドラえもんの何、どんな世界に行くの？それちょっと忘れた。それは。忘れちゃったんだ。一番大事なところじゃん。ミハイル・エンデが分かんない。でもね、俺はね、マーケッターだから分かってるの。絵本は実は子供が買わないんですよ。絵本を買うのはお母さんなんですよ。つまりお母さんの心をつかむ絵本を書けば売れるんですよ。わかる？はい、天才。子供向けというのは子供が買うわけではないですから。僕は主婦層の心をつかむのうまいので、主婦層に受ける絵本。そうでしょ。お父さんに受けてもダメ、子供に受けてもダメの、お母さんの心をつかむ絵本ですよ。お母さん、もも有名？いや絵本とか読まないもんだって。ん？なんだ、 LINE 来た。てかなんかカオス最近閲覧多いよね。いや閲覧増えたと思うよ。仮面ライダーはまた別の企画だから。死にかけて復活したストーリーがある人、人が集まってくる。それ大事だよね。ストーリー大事だよね。みんな関心あるわな。基本リスナーだよね。ワドゥーリスナーだから。話するのすごい大変って。大変だよ。大丈夫？のんちゃん。ん？ねえ。
あー、すごいね。分かってるね。俺ね、K1 のね、なんだっけ、石井館長がそれがうまくできてたと思ってるね。強い選手もそうなんだけど、ストーリー性を組んでたっていうか、なんか、すごかったね。だから、石井館長が賄賂で捕まってから K1 くっそ面白くなくなった。なんか、谷川とかいうやつが仕切り始めたから、クソみてえな。谷川さんダメでしょ、あれ。谷川さんの解説当たったこと一回もないからね。どういうふうに格闘技見たらこうなるのって思って。谷川解説大嫌いだったもんな。あいつ降板しねえかなってずっと思ってたもんね、ガキの頃。あいつ格闘技のこと分かってねえだろ。貞治さん、谷川貞治っていうの。石井館長の解説すごかったもん。今の折れましたねって言ったら、本当に治療後さらっと言うけど、え、折れましたみたいな雰囲気だけど、折れてたりとか、あ、このままだと負けますねとか、すげえ的確だったもん。石井館長すごかったよな。見る目がやばかった。多分格闘技大好きなんだろうね。
の盾食いてえな。のんちゃんコンビニ行ったらなんか欲しいのある？柿の種買ってこようかな。なんか食いたいものとかある？ない？ジュースとかさ、ない？スルメとかは大丈夫？まあ後で行くか。今の時代上海まで1万円で行ける。へえ、すごいね。上海まで1万円で行けんの？すげえな、すげえな、マジか。おお、昔海外に行くってすごいことだったもんね。あ、そうなんだ。いや、どっか行きてえな。南アメリカ。いや、違う違う、今この瞬間にどっか行きたいなと思って。散歩配信でもする？暇だなと思ってさ。散歩行く？散歩。ニューヨークまで10万で行けんだ、すげえな。すげえな。ホテル付きでマジで？何泊よ。え、片道10万じゃないの？往復ホテル付きで？マジで言ってんの？ホテル付きすごいな。往復10万。往復3泊やば。マジかよ、すげえな。なんか夜景が綺麗な都内のスポットこの辺でねえかな。なんか、ホテルまあ汚いでしょ。はい、ワードツ。なんか散歩してえな。
ニューヨークは長期が面白いんだ。まあ3日なんかすぐだかんな。旅行とか1ヶ月ぐらいやっぱその街楽しまないと意味ないよね。うん、僕あるんだ。ちょっと散歩しない？みんな散歩する準備して散歩行かない？どんな気分？歩こうか。ちょっと行くわ。夜景楽しもうよ。夜景ちょっと準備するね。うん、一旦落ちます。じゃあみんなお疲れ様です。